Why do I feel so lazy? Why do I feel so empty? Maybe I think I'm creepy, going through life like a zombie. I'm slowly going crazy. Sometimes I feel I can't breathe. I'm trying to know what I need. Nothing gets my heart starts racing. I'm down, down, down. I'm down, down, down. I flick through the morning paper. No horoscopes tell the future. It's time to take it easy. I can figure out what it means. The man in the glass I used to be. Won't hear a sound of falling leaves. Won't see the sun in the sea. Nothing in my heart. Why am I always ワールドリポートチャンネルでは番組冒頭のこの番組は〇〇さんの提供でお送りいたしますの枠を販売しております。詳細はですね、概要欄のベースから購入することができます。3000円と5000円2プランあるんですけれども、こちら購入していただくと旅のサポートになりますので、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということで無事 UAE 編これにて終了となります。今回はですね、この動画で UAE の旅のポイント、初めて行かれる方とか、押さえておくといいよという話をします。まず、我々がいつも呼んでいる三種の神器ですね。お金の面、SIM カード、タクシー。この話からいきたいと思います。まずお金の面は、AED って書いてあるのが、これそうなんですけど、ディルハムという単位を使っていて、僕たちの場合だと 3.6 掛けぐらいでした。なんで、例えば10ディルハムだったら360円とか、そんな感じですね。物価はね、結構、まちまちだったっていうのが印象ですね。最初の方、空港とか見てたらすごく高かったし、あと外食高い。外食めちゃくちゃ高くて、でも、スーパーは意外と安いんだが、これもまたその場所によって違う。結局、ドバイの話をすると、ジュメラビーチレイクタワーズとか、DMCC の駅の辺、ドバイモールの辺とか、ああいうところとか、ダウンタウンの辺とかはもう高いです。で、オールドドバイの方に行くとめちゃくちゃ安かったよね。全然物価が違うんですよ、本当に。普通に街中の方のご飯屋さんとか行くと、もう楽勝2000円とか3000円とか外食で飛んでいくみたいな世界観だけど、オールドドバイのインド料理屋さんとかだと、600円ぐらい食べたっけ？いや。10ディルハムなんで。10ディルハムだから350円か。ああ、じゃあ。結構だな、ほんと物価が全然違うんだよね。で、スーパーも僕たちが住んでたその JBR のスーパーは結構高かったんですけど、ビバっていうスーパーがあって、これちょっと離れるんですけど、ビバはめちゃくちゃ安いんですよ。だから、ドバイの真ん中とだけが逆に言うと高くて、それ以外の場所とかは結構安かったりとかなんで、工夫すれば、結構物価安く楽しむことができます。で、僕たちが泊まっていたところはホステルワールドっていうので宿を見つけました。意外と Airbnb とか Booking.com とかだとめちゃくちゃ高い宿しか出てこなくて、結構僕たち苦労したんですけど、いや、もうほんとホステルワールド結構様々だよね、あれじゃなかったらあの宿見つけられなかったし、めっちゃいい宿だったんで。でも1人2000円だったから、今までのインド旅とかと考えると結構高い部類に入りましたけど、その代わりかなりね、いい景色が見られるところで、JBR に泊まれた自体がすごく良かったんですけど、本当におかげで快適に過ごすことができて、僕たちが泊まってた宿、スティーブという人が宿のものなんですけど、めっちゃおすすめです。場所はちょっと概要欄に貼っとくんで、よかったら参考にしてみてください。で、お金はそんな感じですね。空港でキャッシュアウトもすぐできるんで、そこは心配ないかなと。で、高いで言うと次、SIM なんですけど、SIM がね、UAE はめちゃくちゃ高い。僕たち空港出てすぐの DU って書いてある DU ってところにしたんですけど、そこは結構メインキャリアで、で、DU は6ギガのプラン入ったんだっけ、俺ら。6ギガ。ギガのプランって2600円とか、そんなんだったね。で、1ヶ月、ドバイにいたんですけど、節約して節約して、なんだか6ギガに収めたっていう感じで、追加のトップアップもすごい高いし、通信はめっちゃ高いですね。ただ、
あの、ドバイは結構、例えばじゃドバイモールとか、モールオブエミレーツとか、まあ、所要のところは結構、Wi-Fi が飛んでるんですよ。割と。無料 Wi-Fi が結構いろんなところ飛んでるんで、そういう意味では、通信容量は割と節約しながら生きていけるんで、うまくそういうのとコンビネーションで使いながら、最低プランで抑えておくと、割と節約しながら、まあ、長期滞在でも、その 6GB ぐらいでなんとか足りるっていう感じですね。で、最後に3種の神器のラストは移動交通手段なんですけど、まず、Uber 使います。で、あと Uber よりちょっと安いアプリで、Careem っていうのがあるんですけど、この Careem が結構ローカルの人たちが使う。で、Careem を使うと、普通に白タクが来るんですけど、通常の白タクを呼ぶよりもちょっと安いらしい。ただ僕たちはあんまり、タクシーは乗らなくて、結構、電車とバスを利用してましたね。慣れれば結構すぐ使えるようになるんで。で、Google マップ調べれば、ドバイのバスは、ちゃんとオンタイムで結構来たりとかするんで、なんなら巻きで来ることは、それはそれで困るんですけど、とかもあったんで、まあ、うまくコンビネーションで使いながら、がいいと思います。で、タクシーは、まあ、やっぱ物価が高いんで、ちょっと高いところありますが、日本よりはタクシーは安いです。ただまあやっぱり相対的な物価とかから考えると、まあ割と割高かなという感じはするんですけど、結構びっくりするのは、ウーバー呼ぶとレクサスが来るんだよね。そうですね。あれは結構ラグジュアリーな体験ができる。めちゃくちゃいい車来る。アブダビでもランクルとか来たりとか、うんうん、あれなんでかっていうと、直接委託をしてるんじゃなくて、政府が入ってるんですよ、間に。なんで、ウーバーの下に政府があって、その政府が車を自分たちで買って、で、まあ、政府系の機関って言ったかな、政府系の機関、まあ、いわゆるその会社が一つ買ってて、そこから、いわゆるその労働者、パキスタンの方とか、まあ、インドの方とか、諸外国から来てる方々が、ドライバーとして雇われてるっていう形態なんで、あれ自分の車じゃないんですよ。だから、めっちゃいい車が来る。結構びっくりするんですよ。え？こんな車乗って？みたいな。まあ、そういうことなんで、ちょっとウーバーは、まあ、お高めだったりとかする。Careem の方が白タクが来て、で、まあ、ちょっと安いかなっていう感じですけど、基本的にタクシーは高いです。はい。っていう感じかな。まあ、なんで、交通手段に関しては、基本的には、まあ、バスとか電車とか乗るといいんだが、ドバイ自体やっぱりね、その、例えば歩いたらピュッて行けるところがすっごい遠回りして、地図だとなんか5分で行けそうな感じなのに30分かかったりとかするんですよ。割とやっぱ車で動くようなデザインされてる街だったりするので、まあちょっと余裕を持って動いたりとかすることをお勧めします。割とこう A 地点から B 地点みたいなのは割と不便だったりしたよね。で、公共交通機関の話を付け加えると、こういうカードがないと乗れないです。で、ドバイに関しては、このノルカード、NOL っていうんですけど、このノルカードに基本的にチャージをしてトップアップして使うっていう感じ。バスも電車もこれで行けます。で、アブダビに関してはこれ実は別で、ハフィラットっていうこのカードがあるんですけど、で、僕たち、ついて速攻、これをゲットせずに乗ってしまって結構大変なことになってですね、えらいこっちゃったなったんで、空港でまずこのカードをゲットして公共交通機関に乗られる方は利用ください。で、ドバイとアブダビカードが別なので、これもお気をつけください。あとはなんか知っとくということ。ああ、YouTube とか撮影する人はカメラ気をつけた方がいいですね。まあ、GoPro もさることながら、特に多分注意しなきゃいけないのは、iPhone で撮影してる人とか、ベッドでマイクつけると思うんですけど、もろ、例えばその、ガンマイクみたいなのとか、ついてると、これプロフェッショナルのマイクだというふうに見られて、特にダウンタウンのエリアとか気をつけた方がいいですね。まあ、すなわち、MR が抑えてるところ、MR というデベロッパーがあるんですけど、結構有名なところで、MR の人たちはセキュリティに見つかった瞬間にめちゃくちゃ行ってくるんで、で僕たちも何とかそれでね、撮影中断して、また別の場所に移動してみたいなことがあったんで、あとモールの中とかもセキュリティに言われたりとかしたんで、撮影を中断して。そしてですね、お酒を楽しみたい方いらっしゃると思うんですけれども、中東だから飲めないんじゃないの？ドバイは飲めるんです。ちょっとアブダビは知らないんですけども、ドバイに関してはですね、飲めるんです。しかも安いんですよ。これ結構びっくりなんですけど、ドバイはちょっと前に、まあ、観光客が多いということで酒税をですね下げたんですね。で、通常のところによってなくて MMIというふうに探していただくと多分出ると思うんですけど、これがリカーショップなんですよ。
僕たちが住んでたところの近く DMCC にも本当にね隠れた一角みたいなところでかなりよく探さないとわからないようなところなんですけど、ここに行くと売ってるんですよ。で安いビールだと500のロン缶で5ディルハムとかなんで250円ぐらいで買えたりとか、ワイン1本も1000円とか、ウイスキー1本も1000ちょっととかで買えたりとか、結構安くで売ってるんですよ。これは本当びっくりでした。中東ってお酒飲めないイメージあるんですけど、 MMI は飲めるんですね。で注意点としてはここでお酒を買うときはパスポートが必要なのでパスポートを持って行ってください。まあ他で飲むとねレストランとかだとビール1杯2000円とかするんですけど、 MMI で買うとだいぶ安いです。これかなり重宝するので、ぜひお酒現地で飲みたい方は活用してみてください。はい、ということでございまして、まあでも本当にあの見どころもめちゃくちゃあるし、何よりやっぱこのトランジット、ヨーロッパに行くためのトランジットのイメージあるんですけど、まあアブダビもさることならレジデンシャルプレイスとかねすごかったし、ね、ルーブルアブダビも良かったし、あとドバイもめちゃくちゃやっぱそういう外国人観光客の方々もたくさんいらっしゃいますけど、めちゃくちゃ街だし、東南アジアとかが好きな方々からするとちょっとなんかイメージ違うかもしれないですけど、普通にやっぱセクサンザシティのモデルの場所にもなっているところ、撮影が行われた場所だったりとかもするし、すごく綺麗で、ご家族とかで出かけるにも、本当に楽しい場所だと思うし、何より安全なので、治安がいいっていうのが大きいんじゃないかなと思いますね。ぜひ、2泊3日、3泊4日、十分楽しめる場所だったりするので、最高のドバイ、皆さんも遊びに行って、満喫していただければと思います。それでは、私は、寝ます。次は3時です。引き続きこのチャンネル、世界を一周し、いろんなところに行きますので、何よりも皆さんの高評価と、あとはチャンネル登録がマジで励みになりますので、人助けだと思って、チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとう。それじゃあ、3時編もお楽しみに。おやすみなさい。ワールドリポートチャンネル、この番組はエネテク、スズラン鍼灸接骨院、カフェドベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネル、今回も番組ラストまでご視聴ありがとうございました。さあ、この番組はですね、皆さんからの貴重な寄付によって運営が成り立っております。下記の概要リンクから飛んでいただきますと、クレジットカードの番号を打ち込めば任意の額、1円でも10円でももちろん100円でも本当に嬉しいです。皆さんのこの貴重な寄付がですね、次の旅への資金としてつながっていきますので、ぜひとも寄付のご検討いただければ嬉しいです。これからも世界旅行続いていきますので、ワールドリポートチャンネル何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。